はようございます。おはようございます。いよいよですね。いよいよですね。まあ今日は前日記者会見と計量なんでね、はいはい、まあリラックスしてやっていきます。まあでもなんか前日の記者会見で、ね、なんか新鮮ですね。ああそうですね。それはね、計量測っても帰るだけなんですけど、ね、まあちょっとそういう雰囲気も味わいながらね、明日に備えたいと思います。上田選手、111.15キロです。動画をいただいて、まあ、自分が連敗してて、とにかく負けた状態っていうのが気持ち悪くて、勝ち欲しかったんですね。まだそれだけで OK しました。まあ、もう言われた、まあ、僕だから、まあ、そのルール、まあ、もちろんこの K1 とかいろんなルールでやってますけど、まあ、僕はもう強さを証明できないところでも戦いたいっていう、まあ、考えがあって、で今回縁があってこの K1 に参戦ということで、このプロの世界が新人なので、まあ、そこに依存することなく新人らしくアグレッシブに戦いたいと、まあ、そう思ってます。お疲れ様でした。お疲れ様です。とりあえず前日計量と記者会見終わりましたね。意外とすごいですね。1日前でね。意外といろんなことやるんです。まあ、でもまあ逆にそこで気持ちモチベーション高まったから良かったなって感じです。いやもうやるだけですからね。記者会見でも言ったけど、もう特に1日前でね、もう自分から言うことはなくて、まあ、あとは試合を見てくださいってことですよね。おはようございます。おはようございます。いや当日結構寝れました。爆睡っす。なんか結構試合の時結構寝てますもんね。僕はそうですね、あのロングスリーパーだから結構寝てますよ。今回も緊張はどう？まあだから試合のね4日5日前とかなんか追い込み終わった時は一番緊張するんですよ自分ね。逆に試合の日はもう吹っ切れて、なんかあとは楽しむだけだ状態なんで、もう今もそんな感じですね。もう覚悟決まって、まあ、あとはもうやるだけって感じだから緊張ないっす。何食いましたけど？ジンギスカン。生配信通りジンギスカン、もうパワー全開です。まあ北海道でジンギスカン食べてね、いい試合できたんで、まあ円滑技もあってね、まあよくとんかつとかいろいろ言いますけど、まあ自分はだから最近はジンギスカンだから、まあもうやること、まあ、ルーティーンはもう全部やったんで、また試合でなんかやるだけっていう感じですね。気合は十分十分、あとはやるだけ頑張ります。もともと住んでたところが近いからなんかいいっすね、やっぱり。なんかまあプロになってから勝つと嬉しいっていうよりもなんかホッとするのが強くて、まあ、そういう気持ちが一番強いのと、
まあ、内容はもう本当ね、まあ、これ言い訳とかは何でもないですけど、まあ、初戦っていうこともあったんで、全然ガチガチだったんで、まあ、内容は全然ダメなんで、まあ、そこはね、またこれからも、しっかり経験積んで、もっと強い自分を見せれたなと、見せれたらなと思います。そうですね、まあ、正直2回ダウン取った時に、もういけると思ったんですけど、やっぱりしっかり打ち合ってきて、やっぱタフな強い選手だなっていう印象です。本当強かったです。やっぱり何戦もキックの試合、K1 の試合をしてて、やっぱりそこはね、全然もうレベルが違ったなっていうか、本当強い相手でした。まあ、やっぱり今回初めてああいう感じで、まあ、戦ったっていうんですか、打ち合ったっていうのがあったんで、もう全然あたふたしてたし、もう本当ゼロ点です、自分は。ただ、まあ、プロの試合、これはもう一つ一つがこの経験値の大事さだと思ってるんで、まあ、今回そこの経験値を手に入れたってことは、今後の自分のプロ生活においてすごくいい経験だと思います。はい、チーズ。はい、チーズ。おしまい。はい、チーズ。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、よかった。こっちも安心しました。本当になんかね、今まで人生で一番緊張した試合でしたね。一言、緊張してたんだ。今回緊張しましたね。今回の試合で言えばちょっともう改善点がいっぱいあるけど、ただ次に向けてっていう意味で言えばすごくいい試合でした。2ラウンドできたし、パンチで倒すこともできたし、まあ、すごく自分の今までやってきたことがなんとか出た試合、まあ、緊張していく中でもしっかり出たから、まあ、そこはすごくね、次につながったんじゃないかな。まあ、次は MMA か、ね、K1 あキック、まあ、K1 かちょっとなんか分かんないですけど、まあ、本当にいい試合できたのかなっていう。内容はね、今回だけ見ればもう全然ダメだけど、次につながるいい試合できた。ダメだったのは分かってるんですね。めちゃめちゃダメってか、もうダメっていうかね、なんか何がダメっていうか、勝てだったっす。なんかもう楽しめなかった試合を、なんかもうクッて感じでも、これがやっぱプロで、これでも楽しむやつがやっぱ一流だし、まあもうやっぱそこをね、ちゃんと目指してやっていきたいなって。じゃあ二刀流どんどん証明していきましょう。そうっすね。まあとりあえず、まあ一応ね、この前 MMA、K-1 と今一緒できたから、まあこっから本当のスタートが待ってるので、まあ YouTube もね、まあ、勝つってことは、まあちょっとね、またさらに違う自分を出せるきっかけもできるので、まあ、ここからが本当のスタートだと思って、皆さん期待しててほしいと思います。本当に今日は応援ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。